んちゃん、はい、今日表回りあのお助けマンだから、はいはいはい、ね、今日はね、あのやっぱお助けマンの方が一番辛い思いさせるね、やかんちゃんっていう感じはするんでね。そうですよ、ネギだ、あ、ネギだ、ネギだよ。今日はね、やかんちゃんの言うことはね、何でも聞いてあげる、ね、言うこと何でも聞いてあげるから。本当ですか？だから俺にね、頼みたいことあらかじめあの録音しておいてもらったんでしょ、これ。しました、しました、しました。どんなことを録音しておいてくれたの、ちょっと教えてくれる？まずですね、うんうん、いっぱい頼んじゃったんですけど。いっぱい？一つ、おい、てるみ、俺の肩を叩け。お、いいね。ちょっとあの肩こりですから。肩こりなの。おい、てるみ、俺の体中マッサージしろ。俺でいいの？体中、俺でいいの？俺でいいの？なんかオイルかなんか塗って、あの体使ってマッサージ。オイルはいらない、オイルはいらない、オイルは洋服の上から。おい、てるみ、俺の髪の毛を素手で洗え。俺上手なんで、意外とね、洗い具までちょっと洗ってもらって、しっかり洗えるように。あ、どうも。あなた、おい、てるみ、コーヒー買ってこい。あ、いいね。走りに使うのね。走りですよ。いちいち置いてるみばっかだな。おい、それから。いや、一応言わない。置いてるみ。そう、なんだよ。たまに飯ぐらい食わせろ。本当だよね。そうですよ。川船さんとあの増田浩司さんに怒って僕呼んでくれなかったじゃないですか。それは伝わっちゃった？伝わってますよ。伝わっちゃったの？その日に。君だってあの夕焼けワイドファミリーじゃないから。いや、いいじゃん。入れてくださいよ。ダメダメ。朝のどうなってるんだって呼んでくれなかったじゃないですか。どうなってる、呼んでくれなかった。知らないよ、そんな。呼ぶ前に終わっちゃって。終わっちゃってて、早かったんで、意外と。もう一個最後、置いてるみ、ポコちゃんをズボッと抜いてくれる可愛い子を紹介しろ。あ、紹介したのにね。ポコちゃん抜いちゃっていいの？ポコちゃんカラーだからいいよ、細かく言わなくて。ポコちゃん抜いたら痛いよ。6項目6項目ですよ。いやー、すごいね。6つ6つ。数多いな、だけど。いいじゃないですか。一応、だ、約束だから。くださいよ。じゃあね、その願い事をね、一つ一つテープで出して聞かせてくれるから、はあ、あの順番に叶えてあげるから。ただね、ちょっとロックは時間的に多かったから、あの変態ディレクターの横陳加藤にね、編集やってもらってっから。横陳、うん、あれ芸人よりね、汚いですからね、体。本当だよな、じゃあね、まずあのやかんちゃんの一つ目のお願いだろう。じゃあこれからちゃんと聞いてみようか。はい、それお願いしますよ、うん、はいはい、何、おい、てるみ、俺の髪の毛をズボッと抜いてくれる可愛い子を紹介しろ。おお、合ってるぞこれ。何が？どうなってんだこれ。いや、やかんちゃんの声じゃんこれ。いや、やかんちゃんの声。俺の髪の毛をズボッと抜いてくれる可愛い子だろ。ちょっと待ってくれ。じゃあ実はね、あの加藤ね、編集苦手らしいんだよ。ああ、これはダメだな。で、やかんちゃんの頼みだから。じゃあ、あのやかんちゃんの髪の毛をズボッと抜いてくれる可愛いね、元ヤルマンディレクターの本地ゆかをね、本地ゆか紹介するから。え、ね、一時期あのやかんちゃんが付き合ってんじゃないかって噂があった。一応くんが好きだった。本地、はい、こんにちは。いいね。あの、じゃあやかんちゃんがね、あの髪の毛ズボッと抜いてほしいって言うから、ちょっと引っ張ってあげてくれる？ちょっとものすごく不機嫌な顔してるんですか、本日は。なんでこんなことさせんのよ。すげえ怖い、今日。ペチペチも。いて、いてよ。何よ。こんなことさせんのよ。私、忙しいんだから。そうですよ、本当だよ。てるさん、ものすごい怖い顔してるんですけど。じゃあちょっと引っ張って、もう嫌だろうけどさ、本日。引っ張るったって、もう、つるつる、引っ張れないじゃないのよ。本日、つるつる。それじゃあ思いっきり叩いていい？思いっきりバシッと、あのね、あの手の跡がつくぐらい殴っていいよ。平手打ち。行くわよ。いて、いて、おい。長いのの替え玉いないの。本日、替え玉うるさいよ。本当に本番に強いな。こんなやべえ。本日よ。度胸忘れてるしよね。なんで局員にこんなことされなきゃいけない。でも本日さんって小池栄子ちゃんにも似てるでしょ。ちょっと顔が柔らかくなりましたね。本日、はい、本日、あの、好きなタイプのさ、有名人って誰なの、正直言うと。え、私がですか。うん、一番今好きなの。いや、妻夫木くんが好きなの。あ、じゃあ今度妻夫木さとしがゲストに来たら、本日横に座らせてあげるから。本当ですか。うん、なかなか来ないと思うんだよ、あの野郎。生意気な、何が妻夫木。いて、こんちゃん、ありがとうな。いて、ありがとう。じゃあ次のね、やかんちゃんのお願いね、こちらだろ、こちら、こちら。さっき言ったじゃないですか。おい、てるみ、俺の玉叩け。ちょっといいね。どんな編集してるんだよ。いやいや、いいね。いやいや、いいのか。じゃあ、やかんちゃんのたまたまね、叩いてほしいっていうから。え、誰が叩くんですか。いや、仕方ないよ、これな、願ってんだからさ。え、じゃあ、ハリセンで、誰でもいいから、スタッフ、あの、ハリセンでたまたま叩いてあげてくれる。今日はねぎらいだからさ。あ、ちょっと待って、いいよ、いいよ。やかんちゃん、前からがいい、うん、後ろからがいい。どっちがいいの。いや、まあ、前からの後ろからだとね、ジャストミートしちゃいそうなんで。一応ね、5打数5安打よりすごいですよ。まあ、棒が邪魔してくれるからね。5打数5安打、5打なんですかね、全部それ、うん、はいはい、はい、じゃあ、いいよ、誰か。誰かが出てきたの。川船さんが。やっぱ川船が。ご飯、テレビさんにごちそうになった川船さんが。いやいや、行くぞ。
行って。これは痛いわ。どうだろう、さっきの本日と今の感じどうだ。今右左どっち。右なんでしょ、それは素直に答えちゃうの、うん、じゃあ全部これやかんちゃん望み通りこれできたってんだ。今日やかんちゃんの声だ、やかんちゃんの声だよこれ。あのこの針線ね、うん、ふわっとしてないわけですよ。ああそうだよ、もう叩きすぎてるんで、うんうん、もうほとんどただの板みたいになってるんで。いやーねー、相当しなうだろうねこれね、うん、これは痛い。さあそれじゃあね、やかんちゃんの次の願いまた聞いてみようじゃん。ないやいや、さっき言ったやつ。おいテルミ、うん、言ってんじゃん。俺の体中コーヒーで洗え。もういいだろ、このたどたどしい喋り方がすごい好きだ。ちょっと待ってこれ、なんか奥歯噛み締めながら自分の希望を言ってる感じで、すごい好きだな。そんなことない、加藤編集がうまいな。しょうがないな、やかんちゃんが望むんだろこれ。コーヒーでじゃあ体中洗ってあげようこれな。いいじゃねえか、ああちょっとホットからですね、ホットからブラックコーヒーが。いやあのどう、ブラックコーヒーでいいだろう、あのミルクとか砂糖入れたい。ブラック体洗うの何でもいいですよもうもうやけそうだね。ちょっとミルク入れ、でもね気持ち的にミルク入れた方がちょっとぬるくなるから、ね、ミルク、じゃあミルクだけ許してあげようかな、ね、ミルクちょっとね、ミルクちょっと気持ちね、気持ち頼みますよ、うん、これ。いやかんちゃん、あの本地はあんま好きじゃないの。え本地、いや別に今日でちょっとね、うん、あの前よりは怖いんですもん、だって、うん、あ怖い、あんな怖い子だと思わなかった。お家金持ちだし結構モテるよ。そうそう、だってすぐ休みになるとコートダジュール行っちゃうんですよ、うん、そうだよ、うん、週末はねヨットで生活するしね、人とヨットは同級生だよ。ヨーちゃんって言うんだよ、ヨーちゃん。葉山雄三さんのあのヨット、クルーザー乗って遊んでたらしいですよ、学生。甲信丸、マジなの。乗ってたらしい。なんでなんで、じゃあ葉山さんの子供とも仲いいのか。そう、同級生。あ、同級生か。ええ、あそうなの、女の子。女の子なんだ、うん、まあ羨ましいな、ね、え、じゃあ、あの、いや、本人がね、あの、海は風で大変だって、髪の毛は大変だとかなんか言ってたんですけど、どういうことなんですかね。えよくわかんないですけど。そんなこと言ってた、ね、おそう、髪の毛は乱れるか大変だとか。なんだえ、それは。いやよく、過去はわかんないですけどね。過去わかんないの、うん、じゃあ洗ってあげようじゃん。今日、誰が洗うの、今度洗うの。誰、まあ、あの、ご飯ごちそうになったら、川船さんが。今日働いてますね、やっぱりご飯ごちそうになるのね。でも、やかんちゃん、お店はいやいや払ったみたいよ。いやいやなんですか。いやいやだって払えばいいじゃんな、別にな。ちょっと汚れてるだけ。いやいやでも嬉しがって払ったと同じだもん、だって。だって、ね、その前回の時にテレミさんいやいや払ったことがあるらしくって、そのことは2、3年前。お前さ言ったけど、お前なんかいつもさ喜んで払ってみたいだけど、後でいろんなとこ言いながらあったし、もう本当にいろいろな人にご馳走するが大変って、もう、ね、なんかこぼすらしいじゃん。そんなこと一回も言ったことありません。らしいよこれ。笑ってんじゃん。ちょっと続けてください。他にね、ぬるくなるんで。早くかけちゃえよ、もう。いや、ちょっと待って、あっち、あっち、あっ、バスで、あっちゃ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 。かけた、かけたんですよ。洗ってやんなきゃ、それで。ねえ。どうだよ。あっ、あっち。なに？あっち。かけちゃったの？ミルク入れたんだから、少しぬるくなっただろ。ちょっと、もうちょっと変えてくださいよ。話し込んでし。本当に熱いよ、これ。あ、そう？あっち、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 ほんとほんとほんと。あっち。今日だけど嬉しいね、やかんちゃん、全部望み叶ってんだもん。今日これ最後のやかんちゃんの願いだな、次が。もうこれ最後らしいよ。じゃあこれ聞いてみようか。これ何だ。おい、テルミ、ポコちゃんぐらい食わせろ。あ、え、食べたの。ちょっと今飛んだぞ、これ。わかったよ。ちょっと、ね、ポコちゃん食べんの。いや、ちょっと、よし、じゃあ特別にね、あの変態ディレクター加藤のポコをね、食べさせてあげるから。加藤ちゃん、あの、俺そんなこと言ってないって。いやもうね、意外とやかんちゃんってね、ディープスロートらしいから。いやいやいや、あ、もういいよ、行っちゃいっちゃい。もう一回聞かせてくださいよ、本当に言ってないですもん、そんなこと。言った。じゃあもう一回、もう一回聞けるかな。準備するね。だって今言ってたじゃん、やかんちゃんの声だよこれ。間違いなくやかんちゃんの声だよね。これモノマネじゃないよこれ。じゃあ聞いてみようか。おい、テルミ、ポコちゃんぐらい食わせろ。こんなにはっきり言ってんだもん。ぐらいっていうぐらいならポコ食わせたら大喜びだもんな。そんな趣味あると思わなかったよ。じゃあ、あの加藤、いいよ。はい、横陣加藤です。横陣。横から出してあげてね。あ、もう十分横から出してます。これね、テレミさん、ちょっと本人さんが見てるんですけど、テレミさん、何、あのね、うん、これ風俗場でも、うん、あのちょっと職業放棄するようなおちんちんですよ、これ。それはどういうことなの。いや、本人さんそばにいるの。本人さんはちゃんと見てるんですよ。本人さん、ちょっと見てこれ。ちょっとあんま見ないで。ほら、ちょっと本人さん、ちょっと本当に恥ずかしいから。本人さん、ちょっと早く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 。すごいおふってる声だね。職場放棄してる。すごいおふってるもん。あのね、テレミさん、今ね、なんだよ、10センチ先に加藤くんのがあるんですけど、
異臭騒ぎ。異臭騒ぎ。異臭騒ぎじゃあ、はあ、ええ、あのさっきの熱いコーヒーで消毒してからさ、そうならいいですよ。そうなら OK だろ、ね、これコーヒー味だから。コーヒーフレーバー。コーヒーフレーバー。じゃあ今ね、これであの病気かどうかも分かるしね。そうそう、一応チェックだからね。リトマス試験紙みたいな。これでちょっと洗って、ちょっと洗ってね、はい。あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、生すぎるよ、声が。声がね、やかんちゃんと違う。なんかね、本当にちょっと事件みたいな声だから、ちょっとドキドキしちゃうね。いや、やかんちゃんもう平気だよ。これも平気。あ、もうこれで OK。消毒、消毒。まあ、これならね、うん、消毒したから。あ、でも。早く。じゃあ、ちょっと行きますね。早く。ちょっと待ってください。タモリさんだっけ、あれ、赤塚不二夫さんの。どっちがどっちだったのかな。行きますよ。そうだよね。そんな経験あんだよ。ゴールデン街かなんか。昔。行きますよ。はい。ちょっと気持ち悪いから。ちょっと気持ち悪いから。もうこれカットでしょ。ちょっと今のね、気持ち悪いから放送禁止だから、カット。カット。さよなら。